さあということで今回もやってまいりましょうか。どうもラでございます。さて今回もスイッチ版にゃんこ大戦争の方やっていくわけなんですけれども、じゃあもう本題に入りましょうか。で今回ですねやっていく内容に関してははいこちらでございます。まあつい先日でございますね、なんとか宇宙編の方をクリアしたわけなんですけれども、まあまだお宝の方は全て集まってないんでその辺はちょっと突っ込まないでほしいんですけれども、まあそれのねクリアのね達成報酬の方ですね、まだねミッションのね報酬の方まだもらってなかったんで、とりあえず今回はそちらの方ですね、まあ受け取って、まあ多分時間の方めちゃくちゃ余るかなと思うんで、その後はですね、まあ収録してるのは土曜日なんで、多分蝶猫祭の方が開催されてるんで、まあ蝶猫祭は回していくっていう流れでやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあということで、じゃあ早速ですねミッションの方見ていこうかなと思います。多分だいぶ溜まってるんじゃないのかなと思うんで、多分結構ね五感とか回収できると思うんで早速見てまいりますよ。さあということで、ほらね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 もうすごいねこれね。てか待って、未来編の報酬も受け取ってないんだけど、ちょっと待って、俺いつから受け取ってないの、やばくないこれ。まあいいや、じゃあまずは一つ目でございますね、トレジャーレーダー3つでございます。まあスイッチ版だとあんま使うことないんだけどね。であとはですね、未来編の報酬が750個のね猫缶だよ。これすごいよね。まあ受け取りましょうか。はい。まあこれでだいぶ猫缶の方も増えますね。そう、なんだかんだで猫缶3万個超えたんで、まあこの調子でガンガン貯めていこうかなとはね、思っているところではあるけれども、あとは、プルートゥークリアすると猫缶300ということでね。そう、全然関係ないけど、プルートゥーっていうアニメ化するんだよね。あれすっげー見たいんだよね。確かネトフリ限定だった気がするんだけど。まあ いや、じゃあ受け取りましょうか。はい。で、あとはまだ猫缶あるよね。まだ多分猫缶があるとは思うけれども、あ、ちょっと待って、宇宙編のベガをクリアしよう。宇宙編のベガをクリアすれば達成でレアチケット10枚。おーいいね。いやこれで今回の蝶猫祭ね、いっぱいガチャ回せますね。嬉しいね。はい。あ、次来ましたね。猫缶300個も見えてきていますね。デネブが、トレジャーレーダー3つ。で、ブータラ星が経験値が400万かなこれ。でかいな。400万はやばいね。で、あとはこれだね。宇宙兵の埋め星をクリアしようということで、まあ、達成報酬が300個でございます。今回何個ゲットした？もうだいぶゲットしてるよね。で、アバブアで猫ボン5個。あ、これだこれだ、これが本命でございます。はい、宇宙編をクリアしようということで、宇宙編のすべてのステージをクリアすると猫缶が1000個でございます。じゃあ受け取りましょう。はい、ということで、やば、もう3万2000個だったぞ。すごいなこれね。はい、でもまだまだあるんだよね。あとはユーザーランク報酬ですね、400にすると猫缶が200個、これも受け取って、で500はニャンピューが10個、そんでもって、ユーザーランク600で猫缶が300。うわすげえ、すごいね。でランク700で猫ボンが10個、そんでもってユーザーランク800にすると猫缶が400。すごい、猫缶マスでございますね。であとは、ランク900でスナイパーが10個で、あれ待って、なんだこれ、協力プレイ25回クリアしよう。あー、こんなんやったね。あー、まあこれで猫缶100個でございます。はい、 OK、ということでとりあえず一通りは回収できましたね。まあ残りに関してはまた後でやっておこうかなと思いますけれども、すごい、だいぶ回収できたね。もともと多分3万ちょいぐらいだったのが、もう3万3000だから、多分3000個ぐらいはね五感回収できたんじゃないのかなっていう感じですね。まあこの調子でガンガン貯めていきましょうか。さあということで、ミッションの達成報酬も受け取ったことだし、お次は蝶猫祭の方やっていきましょうか。さあということで、じゃあ早速やっていきましょうかね。とりあえず今回に関してはですね、まあ79回回せますので、まあ全てですねレアチケットの方を使っていこうかなと思います。これでどうだろうね、ガオ出るかわかんないけど、まあいいや、じゃあとりあえず回していこうかなと思いますよ。じゃあ行きまーす。はい、でそうだそうだ、最近ね動画でねちょこちょこ不眠症とかね言ってるんですけれども、そう、ようやくですね、まあ病院行ってきたわけなんですけれども、まあ案の定ですね、睡眠薬の方処方されたわけなんですけども、あれやばいね、マジでイチコロだよ本当に。気がついたら寝落ちしてるんだけど、でもなんか効き目が結構短めのタイプなんだろうね、あの薬。ちょ、薬名言えないんだけど、まあそうするとなんかちょっと怪しくなるんだけど、まあ調べればいくつか多分ね睡眠薬の種類が出てくるかなと思うんですけど、その中でも、あー待って、パイパイ来たんだけど、ちょっと待って、ちょ、パイパイ来たね。そうそうそう、それでなんか効き目が早めのタイプだから、そう、なんかね起きるのが早いんだ
だよね。もっとぐっすり寝れるかなとか思ったけど、別にそういうわけではないから、結構わあ連チャンできましたね。すごいね。俺結構ガチな不眠症なんだなって最近痛感しましたね。いやーでもね、もう治すために運動したりとか最近心がけてるんだけどね、なかなか改善できないんだよね。なんかいいね、あの不眠症の治し方があったら教えていただければなと思いますけれどもね。もうできればあんまりね睡眠薬に頼りたくないのよ。頼ったらなんか負けかなとか思うんだけど、じゃあ薬もらうなって話なんですけどね。まあでも本当にね、切り札として一応持ってるっていう感じでございますけれどもね。おー、アヌビスだ。いい感じでございますね。いや本当にね、もう不眠症で死ぬのかななんてね最近思ったりするんだけどね。まあ死んだらごめんね。はい、そんな感じでございます。とりあえずまあいいや、ガチャ集中していきましょうかね。はい、とりあえず今んところはなんかパイパイ来たのがでかいね。この調子で来てほしいところではあるけど、あ、ねねこニューなんだね。持ってなかったんだ、びっくりでございますね。はい、さあどうだ、これは、あー、メタルネコ、はい、メタルネコはもう持ってますね。はい、まだまだガンガンやっていきますよ。さあまだ59枚ありますのでね、ガンガン回していきましょうか。いや今日かなり多分気圧が低いんだろうね。頭痛がすごいんだけど、もう不眠症と合わせて頭痛持ちってね、もう最悪だよね。もう最悪だよ。もう身も心も最近ボロボロだよね。もういつ倒れてもおかしくない状況ではありますけれどもね。まあそんな中もがいて生きてる状況ではありますけど、あれ待って、ボンボン猫俺初なのこれ、持ってなかったんだ。まあいいや。はい、さあまだまだ回していきましょうか。なんか今んところガオが出そうにないんだけど大丈夫そう？なんかもう今回もなさそうなのかな。いやーもうね、バレンタインガチャとかもさ、あんまりいい結果じゃないからね、こっちではなんかそろそろいい結果出したい、置きたいところではあるんだけど、まあその辺はね、もう完全にね、もう運ゲーなんで何とも言えないところではあるんだけどね。いや出ねえな。しかしながら出ないな。まあいいや、まあスイッチ版に関してはまだまだレアチケットに関してはですね、まあ頑張ればね、もう回収できるんで、まあまたとりあえず来週に向けてですね、ニャンニャンチャンスひたすらやっていければなと思います。まあまたとりあえずガチャしながらですね、まあこの不眠症話とかやっていければなと思いますので、まあ多分今後もねガチャ動画の方ガンガンやっていきますので、お楽しみにしていただければなと思います。そうだ、あとねニャンコガチャもね、そうだいぶチケット溜まってきたんで、その辺も、おお小田さん来た、いいね、お初なんだ、お初なんだね、うん、なるほどね、うん、あー連チャンで武神来たね、これはでかいね、いいですね。はい、武田でございます。はい、何話そう、おすげえ3連チャンだ、何話そうか忘れちゃった、ちょっと待って、何を落としたか忘れたんだけど、なんだっけ、あーそうそう、ニャンゴガシャだ。そう300枚ぐらいも溜まってるんで、そう、そろそろね、あの基本キャラクター第3形態するために、まあガシャ動画やろうかなと思いますので、その辺もね話す内容を考えておこうかなと思います。またどうせ多分不眠症の話するんじゃないのかなと思うんですけれどもね。まあその辺はまあとりあえずなんか適当に話しながらやっていければなと思います。最近そう話すこと考えてもね、なかなかなんかうまく喋れないんだよね。何なんだか分かりませんけれどもね、まあ話するのが下手くそだからしょうがないんですけど、あ、ちょっと待って、金猫初なんだ、あざす、はい、待って出ない、ガオは出ねえのかよ、マジかよ。はい、ということであとラスト9回でございます。はい、じゃあもう回しちゃいましょうか。はい、いやマジか、意外と出ないな。前回も出ず今回も出ずと、いつになったら来るのか、まあそれもまた来週かな、また来週ですね。まあどうなるかですね、やっていければなと思います。はい、さあどうだどうだ、ないねないね、これはねないね、もうレアしか出てこねえな、あー終わったさあということで、今回のガチャ結果はこんな感じでございます。またまた今回もガオの方は出なかったんですけれども、まあでも超イケラめちゃくちゃ来たからいいんじゃないですかね。じゃあそれでは使っていきましょう。はい、ということでメタル猫は余ったんで、こいつは経験値いきでございます。よし、オッケー、ということでそんな感じでございました。あー、ランクが1000いったね、ついにね。まあとりあえずスイッチ版のニャンコに関してもですね、まあランク1万目指して頑張っていければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。まあみんなも不眠症にならないように気をつけてくださいってことで、次回動画でお会いしましょう。またね。